お疲れ様スラットです。今日はこちらディガポイやっていきます。さあこちらのねスケアイスピシンカのディガポイを今日やっていくんですが、さあこちらのデッキはですね世界最強と、呼ばれてます。はい、モハメドライトですね。はい、彼が使ってるデッキっていうかもう彼しかほぼ使っておりません。彼にしか使えない高難易度デッキというわけでねちょっとやってみようかなと思います。なんかねまあ本当ディガポイなので元々のこうスキルがいるデッキではあるんですけど、なんか本当なんか中身もひょろひょろしたカードしかないので、ボンバースケアイスピー、まあ大砲は強いけど、この進化ペッカとかがね多い環境で守れるのどうなのって言ったところでね、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ大事なのはこの進化スケタス進化 SP がね、まあ、高回転で回るところでどうすんのかみたいなとこだと思うんですけど、よいしょ、なんかすごいものすごいチンパンが来てはいる。まあ、こういうのはさあ大砲がぶっ壊れですよっていうね話ね。いいね、なんかボンバーとかをね進化ボンバーそう進化にしたくなるんですけど勝手にボンバーにすればよかったかな、押したくはなったんですけどね、攻めがね難しい、ディガーしかないけど本当に守ってさえしまえば、まあ、ディガポイで勝てるよねって話なんで、まあ、守ることにね重点置いた、まあ守りましょうか。はい、あーもうこういうのはねゴブリンしたいんでね、エリババなんか嫌だね相手の時普通にジャイエリババね。あ、でもなんかもう、もうきつそう。これにディガーつなげてスキル。いやー、ディガーつなげない方がいいかもね。ここでエリババとかが来るかもよぐらいのタイミングでスキルでユニットを溶かして。強っ。ふふ。博士、強っ。まあ今年のね、世界大会がもうすぐ11月1、2、3か。で、日本時間の夜9時からね、まあ、毎日あるので、一体誰がね優勝するのかね、本当にねライトが優勝すんのか、それとも日本のね、ターさんやねグリコもいるんで、世界大会ね8人のうち誰が優勝すんのかちょっとマジで楽しみではあるよね。日本選手にねそれこそ優勝してほしい、欲しい、もちろんしてほしいけど、やっぱライトのねイカれ具合もまた楽しみなんだよな。ほんと1年通してやっぱ圧倒してるんでね、なんか気づいたら相手がいなくなってた、ね、このデッキがもしかしたら見えるかもしれません。はい、世界大会でこのデッキで完璧なプレーをして、まあラバルーンとかスケルトンラッシュとか、まあなんだろうねペッカーラムとかいろいろいるとは思うんですけど、そういったデッキ相手にね完璧な防衛で完全なる勝利をちょっとね見てみたいとこあるよね。さあってことで気を取り直してだからまあディガポイ守り言ったら本当に硬いんで、対戦相手してはねつまんないのかもしれないですよね。あーお前一生守ってきてるやんみたいな感じでちょっと攻めとんねえわでなえていなくなったパターンもね今のはありそうでしたよね。よいしょ、まあ大砲先置きほんまずるっすからね、3コスで言ったらムートなんでね、ムートをここに置いてるようなもんなんですよね、言っちゃえばね、めっちゃ強いやんって話なんでね。いやーこれポイズン打たなくてもよかったけどねって話ではある。やばなんか俺の思ってたの違う、相手のデッキなんだろう、ナイトゴーストゴブリンシュタインなんだよね。さあ進化SPが活躍してるか、一応活躍してんね多分。いやースキルもあるがみたいな、おー、いやーこれスキル使うの悩むな。
金ギデッキ的な。ユーノもいたもんね。ナイトユーノアイスイズ。いやーユーノ走ってきそう。さすがにね。さあ対空がアイスイズゴブリンシュタインの、まあ、陸で攻めましょうデッキですね。進化ボンバーぐらいがめんどくさいな。進化ボンバーあるかねえか。進化工場ともう一枚なんだろうね。すごい。うーマジで痛えな。でもスキル使うか悩んだな。ポイズン打っちゃうか。一応進化が手札にはねものすごいあるんです。今いや進化アイスピーいいね。進化スキルの高回転。あでもやばい、あいつが。いや右さえは許容できるか。うわーちょっとなんかもう一段階完璧なプレイが必要だね。美味しくあるか明らかに。このフランケンね、怪物がタゲ取ってる間のディガー削りが絶対に強いっていう話ね。でスキルも使って、ちょっとスキル使わない癖があるかな。よくない、もったいないよね。使い得だもんな言ったら。いやいいよいや強い、いいね。いやーポイズン打っちゃってもいいけどな。こっちに打っとこうかな。ビビっちったわ。俺がだるいのはユーノが走ってくることなんだよね。あユーノ後ろ行った。えってかさ、なんでさあの子は生きてんの。限界すぎる。相手さ、これなんかドッキリカードとか入ってない、大丈夫かな。うわー怖っ、危ねえ忙しくないか。うわーなんかむーずいけど本当にさ、スケでゴーストを毎回囲む、ユーノも低めで受ける、なんかスキルにも無駄がないディガーで削るみたいな、本当に完璧だとねマジでおもろいんだろうね。なんか練習になるねこのデッキはちょっとおもろいな。なんか形組まれてぐっちぐちにされたらねつまんないデッキの可能性もあるんですけど、言うて大砲置いてポイズン打って打っとっとけば基本的には止まると思うんでね。さっきみたいな両サイド攻めされるのがね難しいね。進化をねやっぱ回すのは大事だよね。やべディガーとミスったうっとね。うわー相手も高回転な顔してんね。一応枯渇があんのか、ケアするかどうか怪しいけど。おーい、え、ナイトゴブじゃ珍しい。なんか高回転じゃね。これ大砲、これマジでさ、なえるよね。
まあさすがにトルネはね、普通に考えたらないし、ライトニングサイトから始まりゴブリンシュタインも行っちゃいたかったけどね。あーなんか変なゴブジャイスパーキーなんかな、わかんねえな、あんま見ない形してる。行っちゃったらさ、どうなんのかを検証しようよ。まあ削ってね。え、やる気の問題じゃん絶対それ。ちなみに進化ゴブジャイもあるよと。これ大砲壊れたらね、良くないんでね、延命したいね。ゴブジャイボーラー進化ないと古いな、相手のデッキちょっとだけ。一昔前のやつ来たね。いやこれ攻めちゃってもいいんじゃね、ダメ。ライトニング使ったの美味しいの。おお、勘弁してよ。手堅いね、手堅すぎるか。え、左サイド結構入ってる、美味しすぎる。マジラッキーだ。いやすげえ、ちょっと買いたいのマジめんどいな相手の。いやだいぶめんどいか、ライトニング打ってこない。いや攻めゴブリンシュタイン大事な気がしてきたな。なんか守りも強いんですけど、結局攻めかで、高回転でスケアイスピー回して、え、美味しい。でディガーでネチネチで、いやダメージちょっと負けてはねえけど怖いね。アイス飛べ、ポイズンはいらねえだろ。いや攻めちゃう、でどうせボーラーでしょ、ウッドで一瞬。いやいい、ここでさポイズンとか打つ勇気はないよね。いやいい、いやこれ後ろからさ防衛からいくかめっちゃ悩んだよね。でも攻めるとさ相手も守るかってなるもんね。これいやめっちゃ怖い。あー、危ねえ。違う、むずいっていうかさ、どんだけ頑張ってもさ多少ダメージ受けちゃうんだよね。いやこれ本当に器用なやつじゃないとさ、繊細なプレイできるやつじゃないと本当にさ、普段ゴルタクでピョーンとかさ、俺みたいにドリルファイボー打ったーみたいなさ、あんま考えないプレイしてるやつにはあんま向いてねえんだ。枯渇デッキとかね、普段から 2.6 ホグとか、まあ、普段から1コス系のデッキをねよく使ってる人はめっちゃいいかもしれないけどね。そうじゃないとなんか常に限界。
これだけで剥げそうだもんで、なんか肋骨ゴブジェみたいなの来んのか。やべえこれ、守れる気しねえ進化ペッカーやばいな。いやこれね、そのゴブリンシュタインを同サイドに出すのか逆サイドに出すのかのね、いやマジのドチンパン来るよこれ。えぐい、これやばいな。後ろゴブジェつけてヤナムレイジ一生どうせ。勘弁してよ。あ、棒っぽい貼って、え、相手進化付けのさ処理が寝てる、ラッキー、ラッキーしてる絶対普通こんな止まんないよな。よしよし、流れはいいからの、いやー悩むねこれ。後半守れるかな進化スケアイスピが回りまくるのはおもろいんだけどさ、形組まれてグッドゲームになった瞬間に苗はするよね。まあ今回の相手ヤナーメレージライトニングがなさそうなんで、まあまあまあって感じか。あ、ポイズンとおとなしく打つかな。飛ぶよね、よしよし。ここであいつがあればいいんだな、怪物。やべ、この手札。ハッキューですやん、それ今の入んのやばいね。いや相手してんさそう。いや進化を回したいけどね、全然回ってねえのやべえよな。相手のやってること終わってない？そういうもんか今環境は。やばい、ね、ギリ生きている、マジのギリね。こっから勝つクララも幸せだったり。こっから勝つクラロワってあるんすか先生。何が悪いのこれ、相手の全てか。うわーマジちょっと、うわーやだめやこんなんもう時間あればか、なんかわかんねえな結局結局何これ、ペッカゴブジャイにね、ペッカゴブジャイゴブリンシュタイン、ヤナムレイジ、ペッカゴブジャイグルーッつって。いやもうねこれをね経験すると二度と使わないってなるのがディガポイですよね。まあでもモハメドライトだったら守れてんだろうなって思いますねいやモハメドライトが世界大会でさ高回転ディガポイ使ってね、世界で一番クララが上手い男がよ、初手ペッカされて逆サイも無視されてゴブジェイつけられてヤナメ打たれて練習打たれて負ける姿は見たくないもん見たくないんだよね、見たくないし俺も嫌なんだよ。深い深い深いっていうかね、いい気分にはなんないよな、負け方がね。
ディガポイとかだったね。守んなきゃ勝ちね。まあ己との戦いみたいなのがあるかな、ディガポイは。俺が別に守れたら勝てるわけで、守れてないから負けてるわけで、なんかそのさね、全てがさ、俺の今のしたかったことはさ、キング起動なんです、言うのを言うのをキング起動しようとして失敗して8万ゴブリンしたいもすんげえつないし、勘弁してよ。守りますか。ペッカラムかな、言うの盾の戦士だとボンバーいて、え違うわ、そうだ、草がいたわ、まさかのね、ブッシュ。いやなんかそのさ、どこで習ったんそれ。はしまい、バルキリー立てせん。枯渇か？でもプリンセスとかゴブリンバレルがいないんだよな、今んとこ。いや、ペッカボコボコにしたいな。ほんとペッカ、あれさ、負けるべき存在しないぐらい強いんだよね。ちょっと困るぐらい。どうにかね、ペッカゴブ試合、しばきたいんだけどな。ほんとに、硬すぎて笑えないんだよな。実家れ。あれバレキリあるか。え、一個手前じゃないそれ。ほんじゃん、あー、惜しいな。入りそうであったけどね。こんなんもゴブリンしたいんで。ね、気づいたら勝ってる。こいつが悪いのかな。いや、明らかにまあペッカが悪いか。どっちも悪いか。これでスキル打って削って延命して回転も生かして大砲を置いたらね、全てが解決します。これなんかすり抜けてんの。ちょっとビビったな一瞬。いやでもこいつ最強だ。もうレーザーで勝ちが決まるっていう。レーザーポイズンウッドみたいなんでさ、相手のユニットを全処理できるんだな。なんかむずいな。怪物がタワーの竹取ってる間にディガーを飛ばすのもあれば、怪物をタワーに届けるためにディガーを先に飛ばすのもあると思うんですよね。なんかそこの戦い方もいろいろありそうでね、幅広いな。ギガポイドといえどね、ダガーだ。まあダガーイコール結構ご利用しのデッキがね採用されやすいですね。逆サイを無視したいとか、まあエリゴレとかメガナイト勝つかな。え、インターン。あんま見ないデッキが来ちゃってる。わかんなすぎる。いやーこれやばいかな。スパーキン、わーいいディガー拾いだな。ちょっと呪文がわかんないんだね。ちょっとだけ怖かったり。いやーこれゴブリンシュタインタワーまで届いてくれたら結構幸せですけど、届いたな絶対。届いてない、わー届いてない。ま、いやーこれ進化ゴブジェイか、リガ行かない方がいいな。まあだがね、無視されて終わるけど、進化アイスピ、進化スケ、こんなに防衛特化なのにな。さっき守れなかったもんね。勘弁してほしいよな、ほんとに。いやー、アイスピはもったいないか？ケチすぎるかな？まあ、スパーキー来たらね、行っちゃってもいい気がしたよね。正直。え、相手だってね。
うわ後ろ向きやがった。やばすぎる良すぎではあるか深海好き。いやこれスキルで処理とかでもよかったのか。いやいいスキルだ。やばい間に合ってねえか。失礼しました。ボンバーごめんなさい。私は進化スキルと言った。いやなこれなんか突破されねえな。明らかに。え、された。このゴブジャイアナメレージ、ペッカヤナメレージがな、本当にいい加減にしてほしいぐらい強いんだよ、ね。どうすんだっていう。ずっとこれやってる。ね。ダガーか。まあ、ディガ飛ばすけどさ、あんま入らないんだよね、やっぱ。スパーキーはポイズン2周とウッドぐらいで溶けるイメージがある。回転だけはマジで速いもんね、これ。で、その間に進化も回る。ここで逆に来られるのがだるいの。もう、同性ばっか来てくれるのありがたいの。え、待って、なんか、セパレートしてるよ、俺。危ね、本当に危ねえ。耐えました。熱い。うわめっちゃいい。普通に考えたら守れないが、うん、守らない、守れない、守らない。ごめんごめん、ヒヤヒヤすんな。なんかディガポイワンミス、ワンミスぐらいだったら生きて帰れることもあれば、ワンミスで終わることもあるんでね。ブリちゃんブリちゃんかわいいな。ブリテンやん。おん、まあ流行りのクエクロイフか。え、まあロイホグのダメージさえ受けなければどれなんないよね。いいね。いやこのディガーが入るのかね、マジディガーの受けはね、相手そんな多くないんだね。ボンバーもちょっとだけいいんだよね。豚に大砲はクエイクでいかれるんだね。まあ逆サイ、にしたら下で痛いしな。マジディガーゲーかな。でもだるそう相手。いやーいい大砲好きだね。でも大砲裂いたらさ、こいつどうすんのってなるんで、ここを攻めちゃいたいけどね。ボンバーいたら攻めにくいでしょ。着衣出すならまあスキルを使わなくてもいいな。めっちゃいい、美味しい。一応ウッドでアーチャークイーンはこれで飛びます。なんか消えたら撃つぐらいでもいいかもね。さあ節約か。進化スキアイスピがある。相手も進化スキアイスピだけどね、一緒ではあるか。まあクエイクだけちょっと、いやめっちゃいいこの深海スピちょっと強いんだよな。いやだいぶ強いな進化スキャーね。まあいらないさあ削っちゃうよ。
まあ着衣痛いな今の。なんか悩むね戦い方。やっぱ俺なんか本当はなんかでねルート強制をしようとしたんだよ。ホットが転がっちゃった。ポイズンがまあ負け筋ではあるよね。まあボンバーウッド最強みたいなない。え、うまい。それ負け筋引こうとしてる。アーチャークイーン、いやー大砲本当に壊れだなこいつ本当に壊れなのに緊急確保来ねえんだな。いやー美味しいなこれ。さあこっからはチャンピオンサイクル生かしてぶん回します。ポイズンウッド、まあでも相手も生かしちゃってるっていう、ね、お互い様っていうね。ちょアチャクイの受けだけなんかむずくない？そんなもん。まあでもディガー強すぎるか。これスキルの処理めっちゃ気持ちいいなロイホグ。来れないもんね。でディガポイで絶対削れて。ポイズンがな。相手視点はしょっぱいね。さあナイスー。いやーこれはね嬉しいマッチかもしれないね。中身マジ一緒だけどね。お互いなんか環境カードが6枚ぐらい入っててね。まあ時代ですね。ちょっとペッカだけリベンジしたいな。ほんとペッカゴブシャイゴブリンシュタインヤナハメレイジ分かってんのに止まんないのにさ、ちょっと自分に怒りをね感じてしまう。なんで分かってんのに止めれないんだ。意味わかんないもん。分かってんのに止まんない。まあ今回の相手はペッカラムとかになるのかな。そしたらまあなんか多いよね。ボンバーの範囲でやっつけれそうですけど、あごめんね。まあペッカです。え、ペッカじゃないことあんの。いやーまあ痛いけどね許されるか。さあチエンスケラだの進化ボンバーね。ちょっとだけいるやつだ。いやーまあ負け筋ほんと進化ボンバー取るんですっすね。でもそれだけそれだけです。はいこれも分かってます。負け筋んーまさかのヤナメちょっと違うわ。スケラねヤナメ。まあどっかからか来たんだろうなヤナメがな。いやーあれー嫌いだね。進化助で守れたら理想だけどね。もったいないか。いいのかトゲがめっちゃいい。おとなしく棒ポイして
負け筋がボンバーなので、そこだけね。あれボンバー進化してないか、さっき。そんなことある？進化が甘るくね。いやこれ行かなきゃね、ちょ大変なんですよ。まあまあ、あまじタイミング。だからそれさ、普通に筋肉起動しちゃうけどいいんっていう。いやよくないよ、これでスケランなのに自分が。よし、こっからは安泰ではあるか、ほぼヘナチョコ死んなきゃだね。キング起動でかすぎる。ちょマジペッカと戦いたいな、もう端前ゴブリンシュタイン。これもだいぶヤンキーなね攻めだよね。それがちょっと強いんだよ、端前ゴブリンシュタインスケラか。10コス使っちゃってるもんね、普通に考えたら。うわいい取るね。いやもう近畿でかいな。でもまた来るもんね、端前10コスってなったら意外と怖いな。来ようとしすぎじゃない？負け筋だけね。さすがに近畿あるかんな、高回転ディガポイのサイクルが来てる。いやマジで無限ディガポイ編ある。ウッドぐらいで止まるんじゃね。ウッドですらもなんかいるかさすがに。うわー幸せだ、キング起動が。サイクルだけマジ早いかんな、チャンピオン出したらもっと早いかんな。ディガポイ、ディガーポイズンスキアイスピ、ディガーポイズンスキアイスピで無限に回せる。ちょっと進化ペッカちょリベンジしたい、あいつが止まんない。本当に使用率バグってるかんな。チャレンジだと 10% っていう過去一のクラロアって、まあ1枚違えばもうデッキが変わるんで、使用率なんか 2% とか、ほんと 3% でもちょっと高いぐらいなんですよね。ね、矢の雨型が存在して、レイジ型が存在してとか、いっぱいこうパターンがあってさ、同じデッキの使用率がまあ 3% あるだけでだいぶすごいのに、 10% とかいうアタオカな数字を叩き出してます今。ペッカゴブジャイすごい、本当にすごいんだよ、本当にすごい。多分過去一ですね、本当に過去一だと思う。どんなデッキもなんかバグって 7-8% だった気がするけど、ペッカゴブジェに関しては使用率 10% 全く同じ形がね、それがすごいんだよね。まあ着衣ログはアーチャクイーンだけ事故んなけりゃあー勝てそう。本気の防衛来てんな。おー SP でかい、いけ。まあ豚ケア、おいしいなんか来た。相手の着衣に出したいよなゴブリンシュタインはね。そうね、いやー深海スピー本当に出世したね。ボンバーウッドで耐えれそう。進化スケもあんのか、拾うね。この相手うまい、ビビリディガー。いや左の方が入るパターンね、よくあるけど。
高め発着食いだけさ勘弁してほしいんだよ、ね、ポイズンしたいけどさ、あうまいな、その牢獄のタイミングが。うまいよ明らかに。いやこれ進化スケは届かないようにできてるんですけど、やべ下手すぎるやついる。クエイク削りな、お互いチャンピオンあんま出さないっていうね、まあ、どっちかが出したら出すんだろう、ね、でかいこれ。おい、おいしい、マジでおいしい。これおいしい。いやーここディガポイまで行っちゃいたいけどな、そんな余裕あるかな。うわーでかこれやばいよな、このディガポイ相手にしてマジで嫌だろうね。まあここは一回ねダメージリードもあるんで冷静にいこういやーこれが強い。でも相手のこの削りもやばい。いやーディガポイ拾えないもんな。いやーいい、大砲節約したのも、いやー神相性か。これいいね、雑にゴブリンシュタインを割いてないのが偉い。私拾えるかな。いやーめっちゃいい、これやばいなサイクルも早いしガンメタね。いやーモハメドライトディガポイおもろいんですけどね、マジペッカにクシャクシャにされたの本当に悔しいな。幅広く戦えるけどね、なんかもう進化ペッカとなんか進化ゴブジャイとなんかレイジとみたいな、あれにだけなんかぐちゃぐちゃによくされるんですよね。はいもしかしたらライトでも勝てないかもしれないね、マッチの可能性もあるんで、そしたら仕方ないけど、仕方ないで終わらせたくないよね。うん、こっちがこんな頑張ってんのにってなっちゃうんですけど、まあでもちょっとおもろいね。はい、モハメドライトディガポイってことで、皆さんもぜひ触ってみてください。ちゃんと動画も押しちゃった、押しちゃったね。